まあ、ケースの中で収まってるから流れ出すと他の洗濯物にいっぱい通りするからこんな柄あったっけ。だからその分普通のタックジャンプよりもしっかり蹴ってあげる。前かがみになることで、どうしても突っ込んじゃうから。